知らずですか。あ、すいません。今回のスピチューブとは、あ、いいですねこれ、縮れ麺、屋台ラーメン。昼間から屋台ラーメン？レンタルショップの敷地内にある、ちょっとレンタルのついでに屋台ラーメンでしょうね。それでは最後までよろしくお願いします。はい、というわけで今日はね、あの倉敷に来てます。倉敷なんですけども、あの視聴者さんからね、ちょっと行ってもらいたいお店があるということで、あの視聴者さんの方から取材の許可をもらって行ってるわけなんですけど、今日ねご紹介したいお店こちらです。こちらでなんですけども、このツタヤさんがあるこの先に屋台ラーメンがあるということなんですよね。いやー、これ昼間からやってる屋台のラーメンということで、出張販売受けたまわりますということです。ちょっと今日はこちらで行ってみましょう。はい、というわけで今回お邪魔したお店が、蔦屋中商店さんの敷地内にあるへのへのもへじさんという屋台ラーメンのお店なんですよね。ちょっとね気になるんですけども、こちら昼間からやってるということなんですよね。すいません、お邪魔します。いらっしゃいませ。あ、もうラーメンが中心になるんですね。今はラーメンしかないんです。あ、なんかその特徴的なものがあるってなんか話で聞いたんですけど、うちの特徴といえば、風味付けにわさびが乗るという。おお、もうそのラーメンの上に乗っかってるってことですか。そうですね、あのラーメンの、まあ、あのポイントのてっぺんと。はい、初めてですね。じゃあちょっとそれを一杯いただこうかなと思いますね。じゃあ、はい、じゃあ、で、はい、これ丼を持ってきたら、あの丼を持ってきていただくと、丼代はもう差し引きますので、はい、そうなんです。そういう感じで、まあお近くの方は丼を持ってきていただければ。屋台ですね。はい、あのこのキッチンカーが出来上がったのが3月の、まあ、あの初めぐらいなので。ああ、はい、なるほど、はい、けどやっぱ中は相当暑そうな。そんなことはないんですけど、多分夏になると暑いんで、ああ暑いってわけですね。ちょっと特徴的なものを乗せて、ちょっとその屋台ラーメンに合わせての、合わせというか、そうですね、はい、そうですね、あのこちらにあのやってるのが大体11時から夜の6時ぐらいまでちょっとやってます。あの雨が強かったりすると、あの撤収が入る。ああ、なるほど、その時の都合に合わせてということなんです。基本的には水曜日と、そうですね、日曜日と水曜日と、日曜日と水曜日、はい、はい、11時から6時ぐらいまで、はい、でお店のね、これこちらが電話番号になりますね。これね、これ基本的に倉敷市内ですかね。どこでもあの岡山市内やったらあの行くようにしてます。ああ、なるほど。でもし遠くって言ったら、ちょっとあのガソリン代をもらえれば、はい、そちらの方にも行きますので。ああ、なるほど。あのお電話していただいて、まあそのどのような形で取るかっていうのは、そのああ、わかりました。できるだけ電車してますので、わかりました。ありがとうございます。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。すみません、こちら。あ、すみません。おー。じゃあちょっとこちらで。はい。はい。やってきました。こちらですね、この屋台ラーメンいいですね。じゃあちょっと見ていきましょう。あ、あ、いいですねこれ、縮れ麺。いやもうね、これ見ただけでね、お汁が、このスープがね、美味しそうな感じしますね。
チャーシューもいいですね。はい、じゃあ早速いただこうかなと思います。うん、あ、いい味してますね。いい醤油が、この麺もね、麺にね、このスープが、うん、絡んじゃいますね。うん、このメンマも大きいです。うん、あの、もう屋台らしい、あの、飲んだ後に食べたいラーメン、そんな感じでしょうね。美味しいです。うん、わさびが特徴的ということで、これをね、ちょっと絡ませていただこうかなと思います。うん、あ、めちゃめちゃね、辛いと思ったんですけど、そうではないですね。このさっぱりさがね、出てきますね。こちらわさびを入れることによって、でわさびね、結構ね、シャリシャリしててね、美味しいんですね、これ。うん、うん、うまい。うん、このわさびの効果でね、このラーメンのね、あの独特なね、匂い、嫌いな人もいると思うんですけども、苦手な人ね、わさびであの消してくれるというか、まあ女性の方でも食べやすいね、ラーメンになってますね。いや、美味しいです。うん、ごちそうさまでした。食べ終わったラーメンはこちらですね。なんかね、味がしっかりしてるんで、はい、ついついなんかビールないかなと思ったんですけど、持ち込みっていうか、飲み物とかは飲みたいなって言ったら、別に持ち込みとか大丈夫？あの、こちらであの飲んでいただければ、それはもうあのこちらであのこう、ああ、なるほど、なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ、またその運転手付きでまた来ようかなと思います。はい、そ, すはい、その時は、はい、すいません。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、すいません。ラバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。